東区の福岡工業大学附属城東高校で行われた出動式には、生徒や警察、地域の人たちなどおよそ100人が参加しました。東警察署管内では、偽電話詐欺の被害が県内で最も多いことから、式では生徒たちが考案した偽電話詐欺に関するクイズを披露。一日警察署長に任命されたこの学校の出身でタレントの中山きんに君と一緒に被害に遭わない方法を学びました。城東高校では今年の夏にも警察と連携して性犯罪防止の動画を制作していて、地域の防犯に取り組んでいます。自分に起こらないって思いがちだけど、やっぱ誰にでも起こる犯罪だっていうのを今回でより学べたので、それをみんなにも伝えていけたらなと思います。東警察署は年末に向けて金融機関などと協力して声かけやパトロールの回数を増やすことにしています。